こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。白馬まずまずのスタート。さあ先行争い、トラストアリーナ前に行きそうです。マウンテンサスピション、それに続いています。さらにはオーシャンエイト14番片野青ちゃん、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは片野青ちゃん、内からはイージービーチ、その外からヒートアライブ、内からはオーシャンエイト。この辺りで各馬第1コーナーのカーブに入ります。もう一度先頭から見ていきましょう。イージービーチ先手を取りました。2番手に14番片野青ちゃん、その後ろからはオーシャンエイト、その外にファインベリー、ゴールデンフォルム、その内に続いています。内からはパラダイスユース、その外からトラストキューティー、並んで13番オールキャッシュ、クリムゾンステラ、すぐ後ろ。内からはワイドラック、その外からトラストアリーナ、その外にマウンテンサスピション、その後ろからはクイーンスパークル、最後方にボーンダイヤ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは片野青ちゃん、ファインベリー、すぐ後ろ。その後ろにイージービーチ、その外からトラストアリーナ、オレンジの帽子オールキャッシュ、その後ろ。すぐ隣にオーシャンエイト。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ14番片野青ちゃん、ファインベリー、ほとんど差がありません。イージービーチ3番手。さあ片野青ちゃん逃げ切れるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は片野青ちゃん、イージービーチ続いています。その隣からはファインベリー、その外からはトラストアリーナ、並んでオーシャンエイト、オールキャッシュ、その後ろ。内からはゴールデンフォルム、その外からはクイーンスパークル。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わってヒートアライブ、ヒートアライブ先頭。2番手はヒートアライブ、ヒートアライブいっぱいになった。やはり片野青ちゃん先頭だ。残り 200m、 片野青ちゃん伸びてきた。イージービーチ必死に追いすがります。片野青ちゃん先頭、2番手はイージービーチ、片野青ちゃんこの馬で決まりか。片野青ちゃん今ゴールイン、段違いの強さです。片野青ちゃん1着、2着はイージービーチ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。片野青ちゃんまさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。フリートクリスマス、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してフリートクリスマス花に立ちます。その後ろからはスタチェリータ、この馬も上がっていく構えです。さらにはカレージャスキャット16番ファイブピース、その後ろ。それでは先頭からファイブピース先手を取りました。グロリアデカンペオン、そのうちに続いています。その隣に片の神やフリートクリスマス、そのうちに続いています。すぐ後ろにハーバーコメット、その隣にマウンテンビクトリー、すぐ後ろにカレージャスキャット白の帽子、オータムウッドマン、その後ろ。片のツリー後ろから並んで6番デイスペシャル、内からはサラトガハット、さらにはスピードマシーン、並んで4番ダッシュプライド、ラウンドサイクロン、この馬もこのグループ。しんがりからエンドロンド、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。スタチェリータ、2番手のファイブピース先頭を捉える勢いです。グロリアデカンペオン3番手、片のツリーいい位置、果たして先頭を捉えるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はスタチェリータ、ファイブピース、その後ろグロリアデカンペオン、その後ろ。その外からは片の神や。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。スタチェリータ先頭、片の神や先頭、2番手はスタチェリータ、追いすがる。
肩のツリー、まだ後ろ、肩のカミリア先頭、あと 200m、 肩のカミリア先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。一気にハレージャスカット、肩のツリー伸びない、肩のカミリア大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ユームザイン好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくユームザイン行きました。続いて前へ行くのはダンシングセレクション、さらにはブレーム、14番プレザントハッピー、その後ろゼニアッタ、どうやら後ろからになりそうです。では前の方から見てみましょう。先頭は肩の前もちゃん、短期の逃げに持ち込めるか。大きく離れました、ダンシングセレクション。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。もう一度先頭から、先頭は肩の前もちゃ、短期の逃げに持ち込みたいところ。大きく離れました、ウェルアームド並んで8番ダンシングセレクション、ユームザインすぐ後ろ、少し間が空いてダッシュヒッター、並んで12番カリスマタイム、すぐ後ろにレイチェルアレキサンドラ、少し開いてブレーム、そしてやや離れてプレザントハッピー、フェーム&グローリー、すぐ後ろ間が空いてレギュラーヘブン、並んで13番ジェットルドルフ、そして大きく離れてレッドディザイア、この位置です。最後方にゼニアッタ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然として肩の前もちゃ、2番手はウェルアームド、ダンシングセレクション、3番手、さあ肩の前もちゃ、このまま逃げ切れるでしょうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はカタノマムチャン、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。カタノマムチャン先頭、差はほとんどありません。2番手はウェルアームド、あと 200m、 カタノマムチャン先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。残り 100m、 ウェルアームド抜けた、一気にレイチェル・アレクサンドラ、レイチェル・アレクサンドラ、レイチェル・アレクサンドラ1着、2着にはどうやらウェルアームド、勝ったのはレイチェル・アレクサンドラ、見事な勝利です。
第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはミヤビランベリ、あと 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。ミヤビランベリ先頭、2番手はベストメンバーミヤビランベリ、もう一伸び、ミヤビランベリゴールイン、ミヤビランベリ1着、2着はベストメンバー。まずは前哨戦を制しましたミヤビランベリ、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。さあ G1 高松宮記念の発走です。中京競馬場で行われるスプリンターによる電撃の芝六波論戦、今年の短距離戦線の主役に躍り出るのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠の片野大宮ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。サンクスノート好スタート、綺麗なスタートを切りました。17番サンクスノート行きました。これに続いてリフスペトル、BB ガルダ、そのうちに続いています。その外に片野大宮、その外から金谷桜、内からは片野果実君、並んで5番レッドスパーダ、黄色の帽子電車道、その後ろワイングレイン、そのうちに続いています。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてサンクスノート、片野大宮、ほとんど差がありません。片野果実君3番手、銀車差の奇跡いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続も追い上げていきます。さあ先頭は片野大宮、サンクスノート、その後ろブランデ、片野果実君、電車道続いています。内からはワイングレイン、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭は片野大宮、片野果実君先頭、2番手はサンクスノート、先頭を捉えるか。残り 200m、 片野果実君先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。片野果実君先頭、 BB ガルダ追いすがります。片野果実君先頭だ。片野果実君、片野果実君1着、2着にはどうやら BB ガルダン、これが世界の実力だ。片野果実君